じゃあロゴだ。ナマステエブリバディ。どうも、なんちゃんです。ショーゴです。今日はゲストの方に来ていただいてます。今日はですね、陰流楽しいこと案内人のアンジェルさんに来てもらってます。アンジェルです。イエイ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 。ナマステ。はい、私もともと添乗員でをやっていて、大学卒業してから添乗員やっていて、旅行会社に勤めていたんですけども、だいぶ長いこと離れて、話長いですね、離れて別の職業をやってたんだけども、最近またインドの旅を皆さんにお届けするお仕事をさせていただきます。ということで、結構ボリウッド の, その映画ツアーとか、テルグ語なのでホリウッドなんですね。ホリウッド、はい、ホリウッド、ホリウッド、ホリウッドっていうんです。なのでもうインド歴ももう20年ぐらいですね。20年でもうインド来てるのも、もう40回とか、今回が42回目ですよ。すごいですね。もう僕たちなんかインド来てまだ1年ちょっとのペーペーですが、暮らしてるのとね、いや大先輩のアンジェリさんと今日はちょっとエロシティっていうこの街をですね、お届けをしていきたいなと思ってます。ではいきます。 3,2,1 チャロー。じゃあロゴだ。じゃあエロシティはどういうところですか？お願いします。エアロシティですね、まあ、要はビジネス&ショッピングコンプレックスといってですね、まあ、いろんなそのビジネス施設と、あとまあレストランとかショッピングセンターがまあ混合したその複合施設です。はい。で、まあ、いろんな外資企業ですとか、まあ、インドの大手企業が入っている施設ですね。はい。まあ、結構大きいメガバンクとか、あと総合商社とか、まあ、大手のメーカーさんとかが日系だと入ったりとかですね、まあ、いろんな多国籍の料理屋さんが あるので、すごいおすすめなところですね。はい。まあ、ここを一言で言うと、日本でいうインドの丸の内です。ここだから見てわかる通り、見てください、この外観、インド臭さが、いや、これすごいですよね。丸のマークっていう大きなビルがあったりとか、はい、緑がこういうところもあるんですよ。ね。びっくり。びっくりです。はい。私もホテルには泊まったことあるんですけど、そんなに飲食エリアとかは来たことなかったです。あと何が一番いいかって、空港からめっちゃアクセスがいいですね。ここ。車で10分ぐらいですかね。そうそう。だから夜遅くインドに行った時とかも、まあ、すぐホテルに到着して寝たりとかできますし、まあ、朝早くから空港近くに降り立ったとしても、まあ、インド、まあ、中心街に出て観光ができるっていう、すごいおすすめなスポットですよね。そうなんです。だから空港からここに来れば全くインドを感じずに、インドを感じないまま帰れるっていうような箱庭的な感じですね。そうですね。はい。じゃあロゴだ。ここは一応ワールドマークっていうタワーって言えばいいのかな、が1から4まであってですね。で、僕たちはワールドマーク2と3の間を歩いてるような感じ。この辺で働いてる人たちはどの辺に住んでるの？この辺にグルガオンで働いてに住んでる人もいれば、あとどこだろう、バサントとかに住んでる人。そうだね、バサントプンジ、バサントビハール、ね、結構サウスデリーに近いところの人も、まあ、ここに通勤してますね。いや、でもやっぱり見ての通りですね、いろんなレストラン、そう、こういうテラス席でちょっと暑い夜に、まあ、ビールを飲むっていうのは最高ですよね。今日の気候いい感じですよね。今日はそうですね、30度前半。このぐらいだったらシュワッと、ね、うん、それこそね、丸の内で花金楽しむぐらいの感覚で撮れるよ ね。ここだって丸の内ビルって言われてもさ、ここだけ見たらわかんないよ。確かにね、この感じもうそうです。そうですよね、丸の内ビルですよね。私もちょっと今どこにいるのかがわかんないぐらい、っていうぐらい栄えてるんですよ、インドは。ちなみに私は朝、今日の朝パスタを食べて、牛のうんちを飲まないかどうかっていうのをすごい心配しながらデリーに戻ってきました。都会と田舎の落差がすごい、すごい落差が、なんか本当に同じ国とは思えないですね。人の感じとかも違う。確かにね。こことかもすごいですよね。こんな空間を贅沢に使った。ドラマ撮れそうだよね。ねえ。本当に。こんな空間があったら今までだったらここに寝
寝てる人とか絶対入ってきて、入ってきますよね、家族で寝たり煮炊きし始めたりとか、浄水として入ってきます、なんかあのお好みいいんだよね、うん、しますよね、もうなんかここだけ見ても植物みたいな、ちゃんとね緑も植えてあってね、うん、感じになってますね、全部で困ることなくて、鼻がすごく多くて、あ、匂いがすごい、なんか時々耐えられないことがあるんですけど、あそこはそうですね、ジャロブラすごい地下もあるもんね、地下すごいっすね、ここはなんか、なんだろう、どっかの入り口みたい、あ、見てください、あのインドのトイレといえばこの写真、じゃじゃん、見てこの、この価格、あのインドですよ、ここは、あのインドがここですからね、あのインドですよ、その汚いイメージでいいのインドですよ、ここがすごい発展しますよ、インドは、だって私この靴履けるもん、確かにこの靴履いて歩けるところが結構そこ暑いっすよ、暑い、もうこういう靴は履く機会が全然ないんですよ、なぜならば分かると思いますけど、そうですからね、泥がデコボコしてるから、確かに僕たちも普通にスーツですしね、そんなら革靴履いて行けますし、なんかもう Google の本社みたいな感じだよね、このここすごいね、そうですね、シンガポールのチャンギ空港の、ね、なんか、あの、植物園ですね、マリーナベイサンディの前、この鳥ナチュラルじゃないですか、ナチュラルじゃないですね、インドのイメージが汚いと思ってる人の概念を結構壊される、いやもう覆す場所ですよね、ここ全然日本の丸の内で撮ってますって言っても、ね、分からないような感じだよね、一言で言ってシャレオツってやつ、シャレオツ、こっちはレストランかな、レストランに、なんかこのレストランの並びだけ見たらなんか日本と変わんないっすね、あんまり、結構おしゃれなレストランがあるんですよ、バーとかレストランとか、歩いてるインド人の男性がみんなかっこいい、おお、確かにあの洗練された人が多い、うん、そんな適当な人は歩いてないですよ、うんうん、あっちにも全部ケニーですね、これが有名なクリスピークリームドーナツですよね、あの、はい、インド仕様でエッグレス、ベジタリアンの卵抜きっていうのがあそこに書いてあったよ、ちゃんとメニューにあるんですね、はい、ありましたよ、ジャロブラ、ここエロシティ、あの東京テーブルっていう日本料理屋さんもあるんですよ、で、僕たちも仕事でよく見てる時にこの横なんかメニュー見ていただくとラーメンとかが結構あったりして、このラーメン美味しいんですで、値段もすごい高いっていうわけじゃなくてですね、すごい美味しくて、日本人は結構この辺で働いてる人はよく来ますね、多いですよ、はい、はい、そうです、 70% ですか、という感じなので、ぜひあのエロシティに来られる方は東京テーブルさん来てください、はい、ありがとうございます、というところもあるんですね、あのエロシティも、はい、すいません、ありがとうございます、はい、ジャロブラ、はい、ということで、いろいろ見てきました、いかがでしたか、あのエロシティは、なんか新鮮でしたね、いや本当にね、インドにもこういう場所があるんだっていうのが再認識するんですね、伝えたいのはインドにもこういうところあるんですよ、うん、インドってあの汚いとか臭いとか、あの危ないとか、レイプされるとか、そういうイメージいっぱいあるじゃないですか、そうじゃないんですっていうのを伝えたかった、そうですね、それもあるけど、これもある、そうですね、そうです、おっしゃる通りでございます、この辺ホテルとかいっぱいあるんで、ぜひあのインドのデリーに観光に来られる方はエロシティのホテルに泊まっていただければ、こういうところもね、夜来てご飯食べたりとかできると、あと外資系のホテルが多いから、あのなんかインド的なシットコードっぽいな受付とかあ、そう
そうですね、なんかすごい快適です、うん、多分食事もちゃんとしてるし、まあ、夜遅くに着いたりとか朝早く動き出したい方も、まあ、すごい空港近くなんですけど、ホテルがたくさんありますので、ぜひ、はい、あの、はい、滞在してみてください、はいはい、そういう人は、はい、安全さんに連絡すれば全部、はいはい、安全さんはしてくれるので、はい、そうですね、インデュー楽しいことはあんなに自分で言ったアンジャリです、よろしくお願いします、はい、お願いします、あのなので今後もアンジャリさん多分いろんなインドの旅行の企画とかツアーとかも計画されると思うので、はいはい、ぜひ皆さん、すごい僕たち以上にインドのこと多分詳しいんで、一緒についてって間違いなしだと思います、はいはい、アンジェリーさんの SNS のアカウントのリンクをプロフィール欄に貼っておきますので、ぜひ訪問してみてください、こういうのがあるらしく、これアンジェリーさん、アンジェリーさんのステッカーでお会いしましょうか、結構初ですね、なんかお今日はありがとうございました、こちらこそすごい楽しかったです、ありがとうございます、じゃあ最後はアンジェリさんの乙女のポーズ、乙女のポーズで次の動画までチャロー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 、何これ、おまけだよ、あ、そうなんですよ、アンビエンスモールの映画館そんな話してもいいですか、いやもう全然してください、私どうしても映画が好きなんですけど、後ろ歩き、あのアンビエンスモールでしかもうやってない映画を見に、アンビエンスモールの映画を見に行ったんです、うん、で終わるのが12時過ぎるっていう結構、遅い時間だったのでドライバーを確保してあって、帰りに、そのドライバーを呼び出して、駐車場に止める機会から外で待ってるから呼び出してって言われて、で映画終わって12時過ぎに出たらすごいなんか緊張感漂ってて、ポリスとかがいっぱいいて、警備員とかも外に出ろ外に出ろって言ってて、なんかすごい緊迫してて、で、みんななんか避難してて、半端にヒンディーがわかるの で英語もちょっと混じってたんだけど、なんかエマージェンシーでテロリストアタックでボンブがなんとかとかって言ってて、爆弾が設置されてるらしいっていうのだけわかってすごい焦って走りながらドライバーにすぐ来てすぐ来てすぐ来てって言って来てもらって、また外出たらスワットとか来てて、特殊部隊とか来てて、軍も来てて、なんかメディアとかに勢ぞろいしてて、めちゃめちゃ焦ってて、でもそんなとこに外国人でパスポートも忘れちゃって持ってきてないし、なんか巻き込まれたら嫌だから、ドライバーとすぐ飛び乗って、ですぐ出てすぐ出てってもうバーって逃げて、スワットの車両とかとこうね、すれ違いながら焦って帰ったんですけど、でもまあなんともなくてよかったので、まあ無事に日本に帰ってまた娘に会えるなとか思ってたら、次の日の朝ホテルの朝ごはん食べたらブレイキングニュースとか言ってテレビで出てて、昨日の夜アンビエンスモールで行われた避難訓練ではって落ち避難訓練演技上手すぎたからあんなに焦ったのになんかちょっと半端にしか分かんなかったから、多分避難訓練って言ってたと思うんですけど、私はもうテロリストアタックとボンブしか聞いてなくて、すごい真っ青でもうこんなとこでそんなことに巻き込まれて死んでたまるかと今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。